ッピーニューイヤー、どうも皆さん新年明けましておめでとうございます。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら、道頓堀一丁目にございますマッサブの4回6回目うさぎさんよりお送りで存在して森田信之ありがとうございますね。本当に申し訳ございません。大変長らくお待たせいたしました。この番組は吉本新喜劇で日夜頑張っております。私、森と申します。毎回新喜劇内外問わず、いろんなところからですね、パートナーことは昔グローバルで情報から半径20センチ小さな笑いを皆様にお届けするバラエティのなお時間となってございます。まあ、昨年末、本当私個人もいろいろありましてね、もう最悪な年の、まあ、年のせいでございましたけど、まあ、またその件に関してまたおいおいね、ちょっと私の中で笑いにできる範囲になれてからお話できればなと思うんですけど、まあ、いろいろありましたけどね。まあ、とはいえね、やっぱ去年は去年で、新喜劇の座員さんもね、辞める方もおられたり、ね、入ってくる方も、入ってくる方はいてないよ、ね、また辞められましたけどもね、まあまあ、今後のご活躍を、お祈りいたしますよ。というわけでございまして、すいません。この番組は今年もでございますが、ただいま乗務員募集中でございます。3号タクシーグループ大阪市内橋でございます。3号と書かれたタクシーでございますが、GO というアプリで呼ぶことができますので、ぜひですね、まあ、ご利用いただきたいでございますが、今は結構ね、まあ、オミクロンがまたね、沖縄の方ではちょっと広がってまして、600人超えてぐらい、まだこの配信をさせる頃には大阪もちょっとまだ増えてんちゃうかなと思ったりするんでございます。どんな状況になるか分かりませんが、今現在はですね、まあ、順調にこうお仕事が回ってるそうでございましてね、利用者も多いそうでございますので、乗務員の方が足りてないという状況でございますから、ぜひともお仕事ない、でも車の運転はできるっていうことね、二種免許取るまで全部お金出してくれはりますので、ぜひぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。なんか東京の方では30、いくつぐらいの人がね、なんかもう支援金みたいなもらいながら、もう仕事がないからといって、ネットカフェに泊まったりとか、久しぶり2週間ぶりですあったかいところで寝れんのっていうね、人がおられるそうでございます。お仕事がなくて、東京におられるそういう方、皆さん大阪に来てください。そして三号タクシーに来てください。まあ、免許持ってへんっていう方は、なんか別のことやってください。というわけでございますね。あと、生命保険と個人の自動車保険のことなら、アクサの杉ちゃんでございますね。個人の個人問わず、医療保険からがん保険、積み立ての保険は何でも杉ちゃんにご相談ください。Facebook で杉原浩二とかけ、検索をかける、もしくは、こちらをね、LINE ID を読み取っていただきまして、まあ、ここ出てないですよ。ここ出てないですけどね。この配信では出てるんでね。ですので、ぜひともこの森田信彦を見たよと言って、連絡していただければなと。森田君、こちらのねパタオル、ね、森田信彦の特製タオルね、これは私も今もう枕カバーこれですね。やっぱね、ある程度の年齢になりますとタオルをね、こう枕の上に敷かないとね、枕が臭くなって仕方がないんですけど、これがとんでもない色なんですよ。まあまあ風呂入ってねえへんからねと思うんですけどね。汚いと思っててくださいよ。風呂入ってねえへんのは、私は自分の身を守るためです。意味わかんない人は酒飲みやからね、っていうだけです。酒飲んでね、風呂入ってとかするとやっぱね心臓良くないので、単なる言い訳でございますよ。はい、なので、ぜひとも、あ、やばい、生命保険いろいろ入ってこなあかんっていう人はね、杉ちゃんの方にご相談ください。そしてですね、ご自宅などで空いてる土地ございませんか、津田建設をすべてお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ご自宅などで空いてる土地がね、ありましても、ほったらかししておくと税金の無駄遣いでございますので、ぜひともコインパーキングとかに書いてですね、収益の上がる物件にしてみてはいかがでしょうか。ということでございまして、以上のスポンサーさんでお送りいたしますが、なおこの番組は広くスポンサーさんを募集しておりますので、何でも結構でございます。ちょっとこんなことやってほしいなとかね、やりたい、やってあげたいなっていう方ね、こちらの方にお気軽にお寄せください。はい、というわけでございまして、前回出ていただいたのは2020年の6月以来ではないです。多分ね、新年まだ出ていただいてると思いますよね。あ、なるほど、そういうことか。僕はもう2021年なんですけどね、年
2022年とかですね、多分6月ぐらいに出ていただいてるんですかね。ちょっと私もいつか分かんないです。ただまあ去年去年いろいろあったからでございますが、久しぶりにお会いします、前田真美さんでございます。どうぞ。お正月恒例でございますね。初めまして、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お元気でしたか？元気です。あなたで全然もうすっと話しちゃいますけど、はい、花粉症でしょ？花粉症です。今日は大丈夫？はい、でもいや今日はというか毎日、はい、鼻出てます。ああ、ほんまですか？私、はい、昨日とてつもなくひどくって、はい、でも両方とも鼻にこうティッシュ詰めとかないと、はい、もうなんかズル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 になる。寒暖差アレルギー流行ってますよね。そうなんです。私も寒暖差なのかなと思ってずっと家にいてたら寒暖差もクソもないじゃない。あ、暖房つけたり消したりつけたり。いや、もうずっとつけっぱなしなんですよ。え、それ体に悪いですよ。悪いですよ、はい、いや、でももうだって寒暖差なんてちょっと寒くなったらまたくしゃみとか出たりとかするでしょ。はい。だからもうちょっともう昨日はもう本当にどうしようもなくて、何か飛んでんのかなとかいろいろ思ったんですよ。はい。でも今日ちょっとマシなんですけど、どうし左の鼻だけがね、鼻水出てくるんでね。もうありがたいです、このマスクの状態。こうやってます。出てくるから。もう喋れましたね。はい。え、今喋れました。いや、それは喋れますよ、それは。喋りには関係ないじゃないですか。鼻詰まりとは思えない声で。あ、本当ですか。よかったです。はい、人とあまり喋ってないからかもしれない。声はあまり出してないからかもしれませんけど。ああ、なるほど。はい。上品な、お上品な、なんか、いや、よそ行きの。ちょっと今日ヒール履いてきたんですけど、本当は。え、どこが？本当ヒール履いてきて、うん、じゃあ私神戸、さっきまで神戸だったんですけど、はい、今日はね、もう家出て、はい、3分で痛くなって、もうヒールが、はい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 、いやもう無理と思って、はい、靴変えました。あ、一度ご自宅にお帰りになって。いや、帰ってない。これ何や。あ、神戸に出かけようという時に神戸でちょっとヒールを買いました。え、それ神戸で買ったの？神戸で買いました。え、まあ、神戸もう靴多いから、靴多いからって変な話だけど、靴屋さん多いから。はい。だから、あ、今日買った靴。そうです、さっき買いました。さっき買った。はい。サラの靴？サラです。夜におろしたの？あ、お昼おろします。あ、よかったよかった。はい、ね、夜おろすとね、はい、ちょっと変なんですけど、ね、夜ますけど、あ、でヒールで出て行ったけど、はい、もうそのヒールはそのヒールはもうなんか捨てようかなって。ほんまは神戸で捨てようと思ったんですけど。神戸で捨てようと。でもちょっと迷惑じゃないですか。いや、まあ別に、まあまあそら迷惑なのか。なんか、はい、私これのまみちゃんでございまして、もうあの告知する前からもうなんか人は動いてたみたいですよ。もうどうせまみちゃんなんだろうっていう。本当ですか。正月一発目は必ずまみちゃんだからっていう。ありがとうございます。ね、お元気されてました。元気です。ちょっと。お声に、私がいるのもなんですよ。ちょっとお声じゃないんですよ、まあ、だいぶお声です。だいぶお声というか、はい、私もちょっと超えましたけど、そんなこと、いやいやいや、お、ほんまに大きなってるやんか。いや、でも 服も大きいんですけど、服もわざと大きめかな。ああ、でも去年の私、あ、これプレゼントです。うん、ありがとうございます。今更ですけど、ね、あ、枕の上にありがとうございます。それで寝てください。お願いします。え、去年のもうでもね、はい、ダイエットはもうやめた。いや、やめてないです。やめてないの、はい、永遠ちょいちょいしていこう。ちょいちょいっていうか、私もでもちょっと過去最高体重になっちゃったから。あ、でもお腹重いもっと。そうです。で、みその座でちょっとやっぱ食いすぎちゃって。みその座は太るんですよ。、ね、食べ物いっぱいあるん で、ね、でしかも今回も多分お弁当で。そうです。ホテルから出ないでくださいね。まあ、ほぼほぼそうです。はい、まあ、前よりかはちょっと緩やかでした。そうですか。はい、まあ別にあの外に行くのは全然大丈夫。まああのあれですよ、お酒飲みに行くとかあれですけど、その前はもう絶対ホテルと会場以外よそ行くなやったじゃないですか。お茶飲みに行くのもダメって。ちょっとそこはまだ良かった。へえ、そうなんですか。はい、散歩行くのもいいし、まだその辺は良かったですけど、はい、でもなんかご当地のもんだとか何とかこういろいろこう差し入れがあったりとかしてね、美味しいものいっぱい。でもあれで超えましたよ、やっぱ。でも胃が大きくなりすぎてて、はい、家帰ってきてから、大阪帰ってきてからもなんかようけ食べましたわ。いまだに食べてます。ちょっと量を減らしました、さすがに。でも
やっぱ酒飲んでもらうとバグってまうかもよくわからないですね。そうか、お酒飲むんですよね。私全然お酒飲まない。ああそうか、はい、もう酒飲むから、さっきまで仕事なくて、いやもう食われへんわって思ってた1時間後たこ焼き平気で食うてたりとかしてまうもんよ。でもラーメン食いに行こうとかそんなないね。要はあれや、なんか締めにラーメン、はい、そう、みそも座でしたね。直美姉さんって3人で、ああ4人ですね、はい、直美姉さんと、ああすいません4人で、部長さんとね、はい、コロナの前、コロナ前2年前でしょ、3年前か、3年前、はい、あれ飲んだ後にラーメン行きましたね、はい、なんか行きましたね、行きました、遠いとこ行きましたね、歩いてめっちゃ寒い中、行きました行きました。高橋さんがラーメン食べに酔っ払ってたら、酔っ払ったら麺類食べたくなるじゃん、ね、なおみちゃんもなんか食べた食べたいみたいな、みゆきちゃん食べようっつって、みゆきちゃん食べようってねって言って、待ってくんなそんなっつって、いや僕はあんまそんないらない、なんで食べたいんやっけって言ってその中に上品になんか、もうなんか指、ね、こんな感じになってたら、なんかかじかみすぎて箸持てんのかな、麺3本ずつぐらい食べてたんですよ。それありましたね、昔あの時良かったですね、あの時は良かった、楽しかったですよね。内場さんも寂しそうでしたよ、本当にわー飲みに行かれんなーみたいなことでした。うちさんね、そのもうそろそろ1月舞台でございますけど、はいはいはい、その稽古で東京行かなあかんとかいろいろあって、本当外出を控えておられましたよ、ちゃんとね。ああそうなの、チンチロリン、チンチロリンね、チンチロリン、はい、で あるんですよ、劇場からちょっとほどなく近いところにね、そうです、あのサイコロを振ってゾロ目になったら、半額になってハイボール、ハイボールで偶数なったら一杯無料、一杯、じゃあゾロ目で一杯無料や、ゾロ目で一杯無料で、偶数やったら半額で、奇数やったら倍ってね、倍で、倍ですけど値段が倍で、その量も倍、こんなジョッキで来る、やればやれて損をすることはほぼないんですよ。まあまあそうですね、はい、ただ本人の許容量をどん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 超えていく可能性があるんですね、奇数ばっかり出たらジャンボ2杯当たりましたね、ジャンボ2杯当たり、いや未だにやっぱ私はあの D あれどう、俺あれ見てないっていうか、俺はもらってないからあれだけどね、あの吉本の新喜劇のあの記念 DVD の付録映像、内場さんのカラオケ、酔いどれ、酔いどれカラオケ、うっちゃんの酔いどれ、はい、一番酔ってましたもんね、私ですよ、はい、記憶ございません、はい、内場さんももう随分ないやろうけど、はい、あなたはもうどこ行ったマミちゃんってトイレ、トイレで行ってトイレで寝てた、全然帰ってこないけどパニックやった皆さん、あそうなんですね、はい、あいやでもだいや大丈夫なんちゃうとは言ってたけど、はい、もうそれよりも主役がもうベロベロやったからさ、ベロベロで次お会いした時、はい、なんかあれ見たって言われて、あの映像、うん、俺見てないねって、いや私も怖くて見てないですね、見られへんなあれは見られへんもん俺もどうその DVD もらってないからどんなもんか分からへんねんけど、私ももらってないです、そうでしょ、はい、あ全員一人ずつがくれはってもいいかなと思って、だから僕も全然もらってない、そうですね、どんな映像やったか全く覚えてないですけど、もしね、お手持ちにある方はね、お手元にある方は見てみてください、ぜひ見てください、普段のマミちゃんがどんな感じで酔っ払ってるのかとかね、普段の感じでしたよね、あの飲みに行く、あ、そう、感じはね、感じは普段の感じでした。ただまああの酔い方が変やったよとね、皆さん。ああ、そうですね。カメラ。何件ぐらい行きましたか、ね。はい。なんかもうで内場さんがもう運ばれてましたもんね。こうなってマリオネットみたいになって。ね、マミちゃん。よくでも私と直美姉さんで抱えますけど、ね、うんうん。だから酔いどれっていうレベルじゃなかったもんね。もう泥酔の。多分ずいぶん前にロケ終わってんちゃうからっていうような状態でしたけどね、はい、楽しかったね、本当、はい、まあでもお別れもありましたから、ああそうですね、いやだいぶ辛かったんじゃないですか、あまあそうですね、チャーリーさんが去年はお亡くなりになられて、はい、で仁鶴師匠がお亡くなりになられてね、はい、結構やっぱり亡くなる方が多かった中、ねえ、ね、瀬戸内寂首長さんで、ね、
お亡くなり90、細木和子さんもそうですね、うん、ああやってこう人の心を動かしてきたけどどんどんいなくなっていく、うん、まあただまあその前の年に関して言うとちょっと若い方がご自分でまあ命を絶たれたりとかっていうのがありましたから、そしたらまた年末にね、今年はそんな方あんまいないんだろうなと思ったら年末に大きい事件ありましたけど、事件というかどうなのかわかんないですけどね、ねえ、いろいろ、ね、中でやっぱね、そのさきさんもそうでしたけど、あなたもだいぶ大変だったじゃないですか。あ、まあ、そうですね。ね、はい、まあ今はもうだいぶ落ち着きました。そうですね。でもやっぱりそのお世話になった方にはまだ連絡できてないので。あ、そうなんですか。ちょっとそれは、まだやっぱりちょっとそうですね、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなるのと親が亡くなるっていうのはだいぶ違いますね。ああ、僕はもう今もう自分の親がいなくなる準備をやっぱしとかないといけないなって常に思いますもんね。いや、本当突然来るんでね、別れも。ね。はい。全然そのなんかこう予兆とかあったとかそんなのないです。ないですね。それは、はい。それはまあ伏せときます。それはちょっと。そうだね。ちょっとはい。確かに。まあでも大変だったと思いますけど、はい、元気でよかったです。はい。もうでも随分メンタル面は。メンタル面はいや。まあ、元気ですけど、まあ、皆さんでもみんないろいろあるじゃないですか、はい、人間って本当に、まあ、必ず訪れることなんで、こればっかりは仕事のこととか、はい、家庭のこととか、絶対みんなしんどいことって1個あるからね、はい、自分だけじゃないなと思って。まあまあ確かにそうです、はい、でも僕はいろいろこうどうやったらそういうものを受け入れられるのかっていうことをね、ちょっと最近こう考えるなんて、いろいろこう、まあ、勉強するほどじゃないですけど、まあ、学ばせていただくことが結構機会多くて、はい、もうスッとこう理解できるのは、人はっていうか絶対死ぬって言われたら、あ、そうか、じゃあいつ死ぬかわからんだけで、絶対死ぬって言った時にはうちの親も死ぬ、無理に生きてることもないとかね、自慢ですもんね。そう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 、だから自分がその親よりか先死ななぎという方法をね、常に取りながら、はい、幸せ、一日大事に、ね、幸せだと思いますよ、はい、あなたのお母さん、皆さん、思いますよ、本当ね。なぜこんなしんみりしちゃったんだろう。まあまあ、元気です。元気です。はい、私はというと、あなたのそのストーリーの、はい、あれで、ちょっと私こう、グッと来てしまいました。あ、随分反響が良かったじゃないですか。え、どうですか。あ、ストーリー、ストーリー、ストーリー投げ取られたでしょ、お父さんの。お父さん、ああ、そうです ね、はい、なんかすごいこうじっときましたよ、ね、やっぱり。でなんかそのいろんなところでその後お話を聞くようになっちゃって、はい、あなたのお父さんがいろんなところにおられたっていう話を聞くようになって、はいはい、でそれこそそこの向かいの焼肉屋さんにおられたとかいうお話も聞いたりだとか、そう一回そう二人で行こうとして満員で入れなかったんですね。はいはい、そうです、そうです。そのゆうやチャーリーさんがとむちゃくちゃ仲良かったっていう話を、そうです、僕は全然知らなくって。そうですか。いや結局そのチャーリーさんがお亡くなりになってから聞いた話だったんです。あ、そうなんですね。実は五郎師匠とむちゃくちゃ仲良くてっていうお話を、ほらもう亡くならはった時にあらゆる新聞、全部社の新聞を買うてきてコロッケ屋さんに、あいつえらい人気者やったんやなって言っておられたっていうのは印象的でしたみたいな。でそこから私もね、一度またねチャーリーさんのお話ししに行きましょうということを言ってたんですよね、あなたとね。そしたらまさかでございましたね。なんかそのコロッケ屋さんの2階とかで一緒に毎年なんかすき焼きやってたらしいですよ。ああ、そうなんですね。はい。なんか仲良かったんで。いや、だからその辺がね、なんか誰と誰が仲良かったとかっていうのはあんまり私もこうよく知らなくて。はい。はい。チャーリーさんよくねご飯行ってて、お父さんに電話かけてきて、はい、あ、飯行くぞって言って、はい、なんか朝ごはん食べに行こうって言って、はい、朝ごはんって7時か8時とかや思うやんって。はい。
ね、お父さんが私に行ってきて、まあまあそれはそうですね、チャーリーが電話してきて、朝ごはんって7時か8時や思うやんって、うん、いや朝ってなんやねんってまず思ったけど、うん、まあええかと思って、何時やねんって言ったら4時に気づいちまうの前って言われた仕入れやで、うん、って言って、うん、行ったかなって言って行ったよそれで行ったんや、まだ空暗かったかなって言って、ね、いやもう今なんて4時なんて真っ暗やで、めっちゃ面白くて、それがへえ、仲良いね、仲良しですね、でも今も多分仲良くしてると思います。ねえ、いやもうだからチャーリーさんも一人寂しかったから、ね、来てくれよっつって言っちゃったんだもんね、うん、やめてほしいいやー、大きい、なんかそういう意味で言うと、うん、大きい1年でして、私は2021年は、はい、はい、そうですね、2021年、もう嫁がもうなんか、あ、こんな酒の飲み方するんやって思ったら、チャーリーが亡くなったからって言ってましたね、あの朝5時ぐらいまで高尾さんと一緒に家で飲みましたよね、まあそんなことがあった1年でした。なんか2021年、ちょっとこんな、まあね、ご自宅のそういうのはあるかもしれないですけど、ご家庭で、はいはい、なんか逆にこんなことありましたみたいなあります？逆にこんなこと、はい、意外とこんな私始めたんですよとか、実はあの、実はあの時から5キロ超えたんですよとか、あ、ね、キロはもう怖くて測ってないですただね、はい、お正月、まあお正月ってまあ夢中ですけど、はい、餅がね、はい、美味しいですよねまあまあそらね、あれ餅ってこんなちっちゃいのに、はい、白ご飯一杯分のカロリー、え、そんなある、めっちゃ高いカロリー、なのに毎日誘惑してくる餅の誘惑食べてっていう、あ、だから餅食べ出しました。お餅は何、焼き餅、あ、いや、あれなんて言ったらいいですかね、雑煮、お雑煮入れて、味噌に、はい、白味噌に砂糖を溶かして、はいはいはい、で餅入れて、それだけ食べる、え、白味噌に、うちあの福井県の出身で、はい、福井県の雑煮って、うん、具何も入れずに白味噌にお砂糖でお餅だけなんですよ。お砂糖にお餅だけ、その中めっちゃ美味しい、他になんかそのちょっとお野菜、人参とかの何も入れない、お芋さん入れてるとかなく、入れないです。超美味しいですよ。昨日その高尾さんといろいろ話してて、はい、あの人は高尾さんが小芋が嫌いやよって、話をされてて、なんででしょう、知らん、なんかぬめっとしたのが嫌やつって、で俺が、いやいや、それと僕もう柿嫌いやから一緒やないですか、柿は違う言って、いや何がちゃうね、ぬめっとしてるわな、小芋が嫌いや言って、小芋と里芋って僕違うもんやったら同じなんですね。あ、言い方ですか、あ、そうなんですね、い言い方いやいや、物が一緒らしい、そうなんですよね、うん、これ里芋って、こう、俺里芋はもっと大きいもんで、里芋これやと思ってました、うん、ほら、小芋は、小芋って言います、じゃがいもやったら知ってますけど、え、小芋知らん、小芋な、一緒なんだって、小芋、小芋って言ったことないかもしれない、里芋って言ったことある、里芋です。あれほな、うちの雑煮入ってる、あの芋なんやろ、むっちゃでかいけど、こんなぐらい芋入ってんだよ、タロイモ、え、タロイモとかありますね、タロイモじゃない、え、タロイモは食う、え、これ食べ物ですね、お雑煮とか入れる、いや、お雑煮入れどうですか、いや入れへんやろ、多分何入れてんやろ、うちの親こっつい芋入ってんだけど、でもじゃがいもでもない、さつまいもでもない、何やあの芋、でもでも質感は濃い芋や、でもこんなでかい、京都のなんかね、何やろあれ、何でしょう、分からん、分からん、ちょっとね、このコーナーに行きたいと思います、はい、リコメンデーションスミーこれはゲストの方のお写真を紹介するコーナーです、はい、こちらの方の大きいモニターにご注目ください、はい、すいませんね、配信をご覧の方は、生配信をご覧の方はまた改めて、編集したものをご覧ください、こちらの方です、まず1枚と、はい、これはわ、いいお写真、これは先々週の祇園花月で、はい、
愛ちゃんのお母さん役をさせてもらった時。そうなんです、はい、あなたがお母さん役を、はい、家族写真なんですよ、うん、あ、はい、で愛ちゃんが家族写真撮りましょうって言って、はい、で左からおばあちゃん、はい、緑姉さん、はい、で愛ちゃん、はい、お母ちゃん、はい、お父ちゃんもじゃさん、あ、はあ、じゃあ夫婦役でもじゃさん、はい、いやお母さん役がそんなにがっつりしたことがなかったので、はい、あやほたるちゃんのお母さんとかしたんですけど、はい、愛ちゃんのお母さん初めてさせてもらって、もうめっちゃ可愛いんです、愛ちゃんが。まあね、まあ、小学生の役だから、3、4年生の本当に小学生に見えるんですよ、はいはい、もう可愛いって子供欲しくなったんです、ね、え、あ、これその愛ちゃんを見てめっちゃ可愛い、もうサンタさんとか言うのめっちゃ可愛い、はいはい、可愛いですね。ずっとこの感じでね、ま、これまた愛頃でなってまた雰囲気も変わりますから ね、すごいですよ、でもほんま上手やなと思って、これは家族写真だと。家族写真も楽しかったです、またやれるように。これはもうみんなで最高の笑顔って言ってこう表情作られてる、あ、もう思いっきり笑いましょうって言って、あ、なんかもうちょっと皆さん笑ってるんでしょうけど、ようよう見たら緑師匠助けてって言ってなくなる感じでございますけどねなんか笑い方がちょっと違ったみたいな、はあ、なんか見たらあかんも見てしまったみたいな誰か死んでるみたいな足元にみたいな、なるほどね、まあね、あの祇園花月もね、今回も結構その辻元さんの年末のやつとかもあってね、満員でしょ、びっくりしましたよ、すごい、私もちょっとあの見学に行かせてもらってね、はい、どんな感じなのかなと思ったらパッパれて、で初めは祇園花月の係の方に、あの見に行かして見学できますかって、あ、できるよって言われたから、あ、まあまあ席まで余裕はあるんやろうなと思ったら立ち見やったんで、はい、だからただ私思ったんですけど、みんな振り向かないでって思いましたね私一人後ろ立ってたから、あ、誰かいてるってなって、でなんかちょうど移動中の時に一人の方に、あれ森田さんって言ってくる違います、顔は隠せど頭は隠せど、そうね、はい、いろいろありましたよ、ね、じゃ続きまして、はい、お写真でございます、こちらでございます、とこれ、はい、愛ちゃんの、古典、古典、ね、初めての古典で、はいはい、進撃隊員すごいよね、全員を絵描いて、はい、すごいよこれ、これ指さしてのお姉なんですけど、はい、めっちゃ似てて、お姉の写真がもうひょろひょろじゃないですか、はい、細くて肩幅も、なんなんあの折り紙で作ったの体肩幅ゼロの細くて、はい、しかもこの色、はい、一人一人色、背景の色とか、そうですね、なんか愛ちゃんのイメージでね、これお姉の着てる緑、はい、よく衣装出されるのこの色、ああ大月衣装でイメージこれですよね、はい、いやでもちょっと悪意あるじゃないそうですか、酒井愛のちょっと毒を感じる絵でしょ、そうですか、太一郎兄さんとかも、はい、だからもう右上のねもう悪意があるよはい、その桜井とかもあれ桜井でしょ、多分ちゃいます、はい、そうですね、なんてもう平山さんでもヤクザみたいなもう月赤ね、もう月赤までもういやすごい才能でしょうね、そうです、私の顔色もなんか本当に申し訳ないぐらい、もう申し訳ないじゃないですか、いやいやそうです、もうなんかいやもう日本人の顔色ちゃうやんっていう顔色ですけど、ね、すごいなと思って、これもだってお、まあ、販売されてて意外とリーズナブルな俺らですもんね、あ、そうですね、ね、1枚6600円ぐらいでしょ、はい、ね、手紙のね、3入りの、そうですよ、だから唯一無二じゃないですか、これらね、ね、いい世界に1個しか、ね、はい、すごい、第2回、ただこうなった時に売れてへんからどうしようと思いますね、あ、売れてましたよ、売れてましたよ、誰か買っていただきましたけど、はい、はい、もう買わへんにやったら俺自分で買うかな思ったあ、でも欲しいと思いました、いや欲しいと思わなかった、あれいらんよ、あれなんで、いやいや、その自分の家にはいらん、あ、うん、だって悪意しかないもんなんか、ああ、いや成功したとみんな白目じゃないですか、はいはいはい、なんか成功した時になんか黒目かくみたいな、あ、そうだ、そんな誰もみたいな話あるそんな、わかんないですけど
いや、面白かったですね、これね、じゃ続きまして、はい、こちら、あ、これは、はい、寛平ツアー2021、はいはいはい、50周年プラスワン、はい、いくつになってもお前も、はい、いただいて、もう毎回寛平師匠と三つお姉さんが、はいはい、楽屋に置いといてくださるんですよ。え、あ、もう感謝って言って一人一人にこう置いといてくださって、はい、紙袋、毎日、あ、毎公演、あ、毎公演、はい、はい、で毎公演違うもの、チョコレートだったり、はい、これ海苔だったんですけど、あ、海苔なの、はい、これ手ぬぐいだと思った、これ、あ、違うんだ、この、はい、海苔、おお、すごい、ウニがついた海苔、え、梅がついた海苔とか、すごい、あるんそんな、美味しそうなんですよ、へえ、こうやって置いてくださってて、はい、いや、このなんていうんですかね、この精神面っていうんですか、はい、人に対する、はい、気持ちっていうのがもうすごい、これ気の配り方が、はい、はい、素敵やなと思って、全部あの、のしは感謝狭間寛平って書いてあるのをもう全部あの置いて、はいはい、ああ、まあね、はい、これはなかなかちょっとね、はい、へえ、あったかい師匠やなと思ってねえ、はい、こう、まあ、こういうのってその人からこういうのもらうじゃないですか、先輩から、はいはいはい、そのもらった時に、まあ、あの、確かにそのお食べるものだから、はい、あの、食べるじゃないですか、それはいいじゃないですか、うん、手拭いとかいただくじゃないですか、あれ、どう使っていいかがわからないときあるんですよ、手拭い、私は、はい、あの、お墓参り行った時にこう拭いて、それで掃除させてもらったり、え、じゃあ手拭い、まあまあ、いただきました、お墓参り行った時にこう拭きます、墓石拭きます、その手ぬぐいは？あ、洗って。洗って。嘘。え？もう今捨ててる。いや、捨てない、捨てないです。日本手ぬぐいをお墓をお前お墓参りの時に持って行って。置いてないかな、してないかな。え？あら？あ、姉のやつはしました、お墓。姉のお墓？あ、姉がなんか日本舞踊してた時に。はいはい、配った手拭いのお墓を引きました、ね、そんなんじゃない、要その話し家さんとかいただくやつです、ね、いただくじゃないですか、そのまま置いてありますね、そういえば、あれどうしてるかが分かんなくて、なんかそのまま置いてあります、そういえば、いや、そうなんですよ、だからそれをどうしようかなと思って、はい、いやいや、こんなんせえへんやろ、いや、だからなんかいい活用方法があったら教えていただきたいなと思って、手拭いほんまやん、ああ、むっちゃあるんですよ、今日整理してたら、はい、それこそもうほぼほぼうちの師匠のやつとか5、6枚ぐらいあって使ってないから、でなかなかこう使わないし、逆に使ったら、要は使い出したら捨てる瞬間が出てくるじゃないですか、あ、そっか、はい、そうですよね、でも使うとこどっかないかな思ってね、いろいろあった時に、別にその全然そういう意味合いとかじゃないんですけど、はい、やっぱこう思い入れがある人に関して言うと使わないけど、思いがある人ね、思いがある人には使わないけど、思いがない人はもうほんまバー吹いてパッと捨ててしまうことあるよねっていうね、大掃除でバーって吹いてね、普通だとこう洗ってシャッシャッとこうパッと干すんやろうけど、ガーッあの手汚い捨ててしまうよねっていう、どうに求められてるないですか、ないですか、ないです、ないですか、はい、本当ですか、別にそういうつもりないですよ、そういうつもりないですけど、さてね、おられるんですよ、俺分かってるんですよ、どんな感じの顔やったかもちょっと思い出そうと思って思い出せるんですけど、まあ、さしてこうやっぱ思い入れがないから、ここバーッと吹いてる、ね、あ、今これ洗濯機入れたんですよ、洗濯機、ちょっと低めの洗濯機にこれ入れたんです、はい、っていう、ないですか。神戸で咲姉さんと松浦恵子ちゃんと一緒やったんですけど、はいはい、3人で楽屋で「森谷さんいらんこと言うわ」って心配してた3人で、あ、今日、いや今日も2日も3日もなんで森谷さんっていらんこと言って、いや、いらんことは心配してましたよ、あ、本当、はい、咲さんが、もう恵子ちゃんも松浦恵子ちゃん忙しいかなって、ねね、忙しく頑張って、ね、頑張ってね、はい、本当にちゃんと売れてほしい、はい、ね、
なんで2日3日にそんないらんこと言うわって言われること俺だずっといらんこと言うわっていうかなんかもう森谷さん生き方下手やなってまた2022年も言われる嘘何もしてないで俺2022年これ昨日高尾さんと喋って、はい、今日これ2回目みゆき姉さんと咲姉さんと営業一緒の時も森田くん心配やなってやれなんでやれよ俺と何にも言って何にもつぶやいてないしほぼはいもういや分かってるんですよ今年は大丈夫ですよ私大丈夫ですか大丈夫です多分ポイとか言ってましたけど大丈夫ぽいって言ってる。いや、ぽいって言うね。洗濯機ですね。洗濯機、はい。はい。素晴らしいですね。あ、はい。はい、これだからこののし紙も全部置いてるという。置いてます。嬉しくて。ええー。だってな、はい、な全国どれぐらいくらいの箇所回っておられたんですか。14箇所。その中で私行けなかったのもあるので。はい。あ、そうだね。そうですそうです。3、4ぐらいすごいよねコロナ禍でね、はい、やっぱ熊本公演だけがなんか一回中止じゃないですか延期になってねそうなんですコロナで、一番最後に熊本公演あったんであれの前か、じゃあこれ何その野島の裏側にこの時何月何日の何どこの公演で、この時もらったのはウニのりとか書いてる？あ、書いてないですあの順番にこうしてあこうしておいてはいこう畳んで、はい、すごいな。俺もの紙とかもすぐ掘っちゃうもん。さすがに、ねうん。私も捨てますけど、うん、これはちょっと動いて。すごいね。はい。森谷さんの写真出てきますか？いや別にそこ楽しみにしてるわけじゃないのね。はい。じゃあ続きまして。はい。続きまして生き方下手な私は。そうかな。はい。じゃあ。あら私や。顔。これあのダンスしてる。あ今はい。カンペツアーで読める。ああ、ずいぶん寒いところなの？あ、そうですね。ずいぶん暑いよ。長野ですね。そうなんです。場内アナウンスさせて。ああ、いやもう今はあれでしょ。今もやってはるでしょ、あなた。あ、ね、LGK はい。ね。していただいて。祇園ヶ月はされてないね。祇園ヶ月は毎回鳥があるから、その演者が撮るんだあれはね。祇園ヶ月はあの毎回あれ中ではまだ行ってる。下のはい。ああ。後輩が。ね。そうなんです。もっとちょっと声の仕事も頑張りますっていう。いやそうですよ。ことで、ね、あんなにこう言うてちょっと看板じゃないですか。もう LGK のアナウンスもあなたでないとみたいな。ありがたい。ね、もっといろいろあってもいいのにね。積極性が足りないんですよね多分。あなた自身の。はい。いやだからもっといろんなところで流してもらったらいいのになと思って。ああそうですよね。うん。なんかもゴミは持ち帰ろうとかさ、エスカレート坊ちゃん。お嬢ちゃん、危ないですよ。懐かしい。エスカレーター。そうなんありましたね。うん、とか言ったんや。横ずっと待ってんじゃん。ずっと喋ってましょうかね。ああ生で。ああ。あの。終わった。走って。前でこうずっと。あれありますもんね。アドバイスみたいな。スピーカーみたいな。坊ちゃん、お嬢ちゃん、危ないですよ。お坊ちゃん。いやいや。坊ちゃん。じゃあ、なんで。お嬢ちゃん。お嬢ちゃん。坊ちゃん、お嬢ちゃん。坊ちゃん、お嬢ちゃん。坊ちゃん、お嬢ちゃん、危ないですよ、懐かしい。最近聞かないですね、そういうね。そうですね、めっちゃ。そうだから、平成ちゃうのあんな。そうですか、うん。エスカレーターでは遊ばないようにしましょうね、つってね。ありましたね。次は。はい、じゃあ続きましょう。次は、モルテ姉さんです、はい。あ、で、じゃあぜひ。こちらです。出てきた。若っ、うん、いや、ちょっと待って。なにこれてか、吉田さんの頭何やねん。これはうわナオミ姉さん、森谷さんカップル、うん、うちのお姉、うん、金田真希、豊兄さんカップル、おお、まさかこれは結婚するとはカップルや。はい、これ吉田さんの頭何あれ14年か5年前ですこれ。なんか絨毯をちっちゃく切って頭に乗せてるぐらいどうなってるのあれ、ね、あの車のさ後部座席のこうシートの中から出してくる肘掛けみたいな頭すごいですよね。何あれクラウンの肘掛けやん今乗りみたいすーげえ。これはテレビ収録を写真撮ったものじゃなくて、はい、うちの父がああ舞台を撮ってました。写真です。これはナンバーグランド花月ですか？そうです。うわ
いやでも入団したてで、はい、まだちょっと生き方が下手くそ2割ぐらいの時ですね、森谷。まだね、はい、まだちょっと、まあ、まあ、ウイウイしさがありますよ、はい、ね、いい写真ナオミ姉さんも可愛い。ナオミちゃんはなんちょっとあれですね、なんかブスに映ってますね。すごいじゃん。めちゃくちゃブスに映ってません？可愛らしいですけど、まあ多分どう考えだって私がむちゃくちゃされるんであろうことがもう見えてますよね。多分おそらくね、あの安尾さんが来て、あなたの彼女可愛いですね。あ、そうですね。あなたの彼女可愛いですか。聞くな。言って。おそらく大体想像つく。なるほど。だこういうそのなんか This is オープニングみたいなんか最近ないかな。ないかも。ほんまや。ないです。ね。ああ、本当だ。だから多分おそらくですけど、綺麗なんて嫌やわみたいなためのカバンを持ってて。はい。ね。で。なんかこう吉田が多分前置き言ってるんでしょうけど、いやもう俺もだって幸せやで言うて、もうキルト疲れるとかでしょ、あなたもね。はい、美しいですよね。私でもそんな変わってないですね。いや変わっだって坊主ですもんね。そうですね、もうだってここのハゲがありますからね。はい、ずいぶんね、もう一生傷。そう変わってる、吉田さんはだいぶ変わってるけどさ、あ、前巻き変わらんね。あ、確かに変わらないですね。うん、体型とかもそうなの。って考えたらやっぱ私超えてんだ、ちょっと頬骨出てんもんね。ああ、ええ、てかなんかちょっと俺は自分でこれ見た時に思うね、絶対嫌いなやつよと思うね。自分で自分のことを見て、そうですか、なんかちょっとでもよく見せようと思って、胸元をはだけさせてるような感じでちょっとだけでもワイルドに見せようと思ってるのか、なんかこんなシャツでも着こなしてるような感じでちょっとなんかとんがって見るようにしてるような気遣いをこの頃の自分に見てしまうもんな。嫌いなやつやわこいつ。自分でやってる。そんな感じしません。いや、好青年ですよ。あ、本当ですか。はい、よかったです。吉田さんの衣装変えてほしいもんな。だから要は僕にはこういう衣装が来るんだよ、多分。シャツ系似合うからじゃないですか。いや、わかる。だから、ね、わざと俺一人だけじゃなくて、すごいです。なんか性感な感じせえへん、ガラシャツやんか。おお。ちょっと品のなさそうな。そうですか、うん、ボロシャツとかみたいな、あんな感じじゃないもん。でもそれまあもらってたら、ちゃんとこうボタンまで綺麗に留めてたら、よかったけど、ちょっとだけなんだね。ちょっと生きてえな、これ。うわぁ、嫌なやつやわ。さあ、ね、次は次、続きまして。何でしょうか。続きまして、お写真。はい。おやこれ、ああはい。はい。ああうわ、懐かしい。はい、これも出てきました。え、これもこれは、どこで撮ってるこれ、あの、入管許可書みたいな父がこう、はめて。はい。前行ってこう。だからちょっと森谷さんカメラ目線でしょ。いやいやいや、だ誰や俺と思って見てるのかもしれないですね。撮りに行ってたんですよ。これは覚えてますよ、このお芝居。その僕はほんま祝儀泥棒で、なんかほんま祝儀泥棒やけど花嫁の格好してなんか紛れ込んで撮ろうとしたら見つかってまうみたいな、落としてもうってとか、そうなんて気にしますけど。ええ、はい、すごいストーリーも覚えてる。いやいや、そんな気にします。肩冷えてしちゃなかったもんこれ。面白い写真やなと思って。そう考えたらあなたの お姉さん綺麗ですね。綺麗ですか。変わってない。だこれだって変わってないかな。これだって多分14年か。これはい、これ14年前。いやいや、だってまだ入ってた。あ、いやでもこれ14年前じゃないと思うよ。これは10年ぐらい前じゃない。いや10年前だったら期間そうか、はい、だいぶ前です。俺そんな変わってる。ああ変わりましたかね。そんな変わってないかも。
ちょっと髪の毛減ったぐらい。ちょっとなんか。ちょっと悪そうや。ちょっと嫌なやつだ。髪型がなんか。はい、どうしました。なんか。ああ。おかっぱみたいな。はいはいはい。お前やな。自分で切りました。いやでやな。いや切ってたかもしれん。あ、でも自分で切ってたかもしれん。俺からなくて。自分で切ってた感じじゃないか。そうや。その前のやつももしかして俺自分で切ってるかもしれん。これも。うん。うわー、若いな。いやだ、自分で切ってるっぽいね。吉田さんみたいにはならないわ。本当に。今のり。すごいな。こんな写真が見つかりましたので、うわー嬉しいなこれ。だってこの時から、まあ翌年ぐらいか、だから前巻きが翌々年ぐらい、この先の、ああ、人質取られてる、人質取られてるやつ。そうですね、でもちょっと面白い顔してるね。ちょっとふざけた顔してる、ちょっとなんか。誰ですか、前巻き。ほんまですか。はい。皆さんにお見せしようと思って。ありがとうございます。まあこういうのって自分で見るとちょっと恥ずかしいね。だからせめてあなたのこういうやつを見せてくれてよかったのに。いや、ありますけど、はい、だってこっちの方が面白いじゃないですか。僕、ね、ニタリーさんの方が。ああ、僕なんかこの間整理してたら、なんかあのファンの方から、お子さんから、この時遊んでくれてありがとうみたいな、どこでどういう共演をしたのかわかんないですけど、僕ニッカポッカ入ってて、はい、で作業着で、もう一人もうニッカポッカ入ってるんですけど、レイチェルが入ってます。ずいぶん前でしたけど、レイチェルのなんかいでたちの顔立ちが今と全然違って。あ、確かに変わりますもんね。うん、全然違うね。入ってきた時ほんまギャル王が入ってた。そうそうそう、みんな変わってして、うん、なんか乱雑な感じのチェーでチャラい感じの、ね、うん、写真やって、ただそれが一体いつの何なのか全然わかんない。で思うのは、そのあ、これがお写真終わりですよね。はい、終わりですよね。あのファンの方とかもお写真くださったとかするじゃないですか。毎回思うんですけど、いや、あなたと写ってる写真いらないってことないですか。え、ファンの方と、だから私とあなたが写ってる写真をくれはるのはまだわかるんですよ。ね、その人と一緒に。あ、でもあのいただくことありますね。でしょ。あのお子さんとか。そう。あ、なんかまみちゃんありがとう。ありがとうございます。この時写真撮ってくれてありがとうってもらうんですよ。うん、ね。でこれそれでもらってるんですよ。はい、用ステーキから置いたんですよね。はい、いらんよなって思わないですか。思わないです。え、だってもう知らん人やん。でも応援してくれてる人。いや、応援してくれてますよ。応援してくれてますけど、いらんなと思って。どうしていかかないといけないですか。もう全部置いてます。50ぐらいのおっさんと撮った写真とかいらんねん。そうなの。来る、送ってくらんねん。へ、結構だからそういう、なんか俺それ顔を覚えるのにいいじゃないですか、ファンの方も。あ、この人は、うん、例えばケンジさんとか、うん、いや覚えてんねん、覚えてるし、逆にもうそのレイチェルのやつ、子供と写真撮ってるけど忘れてんねん。もうその子なんてもう言うや、もう十何年って子だってるから、もう嫌ってるし、ね、嫌ってるんよ。もう何やったら別に今これ普通に恋愛もできるぐらいの女の子やもん、俺からしたら。おお、そう、分からんで、そのいくつなってんのか。6歳ぐらいとかやって14年経ってて、レイチェルなんてもうだってもう14年ぐらいやからさ。ほらもうこれな、7、8歳やん、はい、まあ多分ね、その写真、うん、21とか19、20歳やん。そんななりますよね。あ、そんな今頃マッチングアプリ引っかかってましたよ。ちょっとやったら怖い世の中ですよ。怖い世の中。この間愛ちゃんの個展見に行った時に、はい、あの声かけられました。まみちゃんですよね。 お母さんと背の高い男の子で、私名前覚えてて何々ですって、ってなってて、こんな背大きくなってて見上げるぐらい、その子もう本当にちっちゃい小学校、はいはいはい、1年生ぐらいの時から、はい、いや大きなったねーって言って。いや、そうなんよ、もう親心で。で男の子やるだもん、それ。あ、男の子がこんなって。でも女の子はちょっとまた変わってくる見方が。
前までなんかこうアホみたいな感じで「林さん大好きです!」とかって写真撮ってたとするやん。「林さん大好きです!」って言った時に「どうも」っつって「どちら?」みたいなバイトしてはったりもするやん。そう、あの健康ランドのおひなちゃんって、ああひなちゃんね、大きなりましたね。おひなちゃんってまあ有名なね、まあ、有名というか我々のねその新劇団員はものすごくまあ勇気づけられたというか、応援し毎週見に来てくれてね、で終わる頃にはひょっとこのお面かぶってこうバーってバス追いかけてお見送りしてくれて、おひなちゃんありがとう言ってた子も今やもう健康ランドでバイトしてるぐらいになってたから。いやこの間成人式やったの。ほらな、ほら感慨深い。もうもうそうなってきたら、お母さんになる私はな、成人式でしょ、うん、もうそうなってきたらマッチングアプリ引っかかるもんじゃ。なんでマッチングアプリ進めるんですか。いやいや、だから男性がその何だ、男性が男性を見るとその女性が男性を見るとちっちゃい子を見るともう男性が女性のちっちゃい子から大きなっていくのを見るともう全然違うもん。そんなもんですか。そんなもんですよ。あ、みんなの組みこしめてる。いや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 、だって結果さ、ちょっとまあ別に問題ではないでもないよ。変な問題じゃないよ。俺教育実習行ってない学校はね、大学で、まあ、小学校6年生担当やった。私その時20ぐらいですよ。果たして12歳の子を担当です。はいはい、8歳下ですよ。で結局も結婚したかみさん7個下やから、そんな変わらんでしょ。まあね、そう考えたらっていうことですよ。なんやこれ。いや、そういうのない。え、そういうのなんかちょっとその鈴木福君とかあんな顔、これちっちゃい声とか今もう、いや大きなりましたね、うん、いや大きなったねって思うっていう感じ。はい、俺も今お母さんの気持ち、だから恵子ちゃんでも松浦恵子ちゃんでも、うん、20今年8らしいんですよ。もうそうか。いやーって大きなったねいやまあちっちゃいけどね、身長はそんなだったもう30倍になるんや。いや俺はサメ島が30だった時もそう思ったもん。もう30君、確かに、うん、いやそこまでは自分はどんどん年取ってるからさ。そうですね、そらもの字も見えへんくなってくるわ。字も見えへんくなってくるし、首筋から草も出てくるしな、そらそうしゃあないわ、ちょっと超えてくるし。ほんま、いやいやいや、いいですよ、その年の重ね方は自然で。ほんま、はい、いや、いやいやわ。だからでもなるべく自分で思うことは、いや年取ったわとか、わ年やわとかは、いやこれ年やねとかは言わんようにしようとは思ってるけど、はい、でもちゃんと訓練がと思う、こういう字が見えへんとか。ああ私全然見えます。いやそら見えるやろ。話してもらっても全然。いや話しても見えんで、そら見えんねんけど、もうこれが近くが見えないですか。いやもう結果、いやもう見えへんな。あ、メールメール。メール、いや、もうやめて。恥ずかしなってきた。あ、前川清さんの話。前川清さん。まあ、新歌舞伎座。はい。ね、見に行かれるんですか。見に行かせてもらいます。え、俺も楽屋挨拶とか行かせてもらえるので行こうかなと思ったけど、今コロナやからややこしいから。そうですね。俺も見に行かせてもらおうと思って。31時まで行ったのね。そうですね、村田師匠と伊賀兄さんも、ね。ええー。ですからね。ちょっと私も一度見に行かせてもらおうと思ってました。はい、お芝居すごい面白いから。あ、そうなんですね。はい、見てほしいって、見てます。まあ、あのお時間結構うん、過ぎてますね。はい、いいお時間でございました。久しぶりに私、この間、はい、茂蔵さんの営業で、はい、階段で滑りました、また。おい、大丈夫やった。滑るって、この滑りだけど、ケツまずいたんですよ。え、ほらケツまずいて、その、なんかボケを潰して、おいお前がケツまずくからって言って、それはそれでまた面白い。アクシデントとかの処理能力すごいからね、津山さんは。なるほど。どういうことでございました。じゃあ私の方、はい、そう、はい、いいですか。大丈夫です。私の方から告知でございますけれども、はい、どうなってんのかな。去年のね年末ドラマ見てくださった方ありがとうございましたね。さてるよ。もうしかしたらということは、あのいつ頃か分かりませんけど、おそらく東京の方でも見れるような配信がなされるような、予定で進んでるそうでございますから、楽しみにしておいていただければなと思います。そして、毎週水曜日
夜9時から森田智之さんオーマイカブスのリジオボールにて、放送生放送してございますので、ぜひお聞きいただきたいなと思います。特にそれ以外はございません。はい、はい、というわけでございます。なんか最後言い残したことございますか。言い残したこと、はい、お姉が、はい、あ、そうだ、おばちゃんになりましたもんね。あ、そうです。はい、わ、去年、去年8月に生まれましたね。え、はい、おばちゃんになった。おばちゃんになられました。ね、おばちゃんですよ。おばちゃんとは呼ばせないですよ。なんて呼ばすの。マミリンだよって言ってます。俺はもう自分の姪っ子にその一番下の子ね、はい、下の子とおっさんって言わしてて、はい、3歳ぐらいの子がおっさんおっさん言って、めっちゃ可愛かったよ。今17なんておっさん言われて、なんか複雑やなって。ほんまのおっさんやん。すいません。あ、最後、いえ、まあ、ありがとうございました。もう昨年もお世話になりまして、また見てください。あ、何をやる。いや、知らない。これお前、いや、最後言うのって、私が取っちゃいました。おばちゃんになったって言って、おばちゃんになったねって言って取っちゃったから、生まれてお子さんね。はい、ね、取っちゃう、はい、はい、もう目は姉に見てます。はい、はい、で朝一起きた顔はもうパンパンにむくんだ顔は豊兄さんに。おー、はい、お前マミちゃんだよって。マミリンだよ。マミリンだよっつって。なるほど、言ってます。はい。最後言い残したこと。はい、なんかもう坂田師匠のコントの最後みたいですね。なんか言い残したことない。ああ、じゃあ坂田師匠のコントのように。嫁はん欲しいなー。旦那欲しいなにせえや、せめて。やめ、いや、嫁は欲しいなにせえ。旦那欲しいなにせえや。旦那はいらない。いらないんかい。なんか締めてください。まあ今年1年ね。ね、吉本新喜劇ともども。ね、前田真美。そして私、森田智之、どうぞよろしくお願いいたします。ということで本日は以上です。どうもありがとうございました。こんなのでも面白いな、楽しいなと思ってください。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 See you next time. バイバイ。森田信義。Ah!